では本日は羽村戦からやっていこうと思います。なんかさ、羽村の中の人ってさ、あのアナ雪のオラフの声やってんだっけ確か。いや、今キングダムハーツ3出てるじゃないですか。でさ、アナ雪のワールドがあって、で私買ってなくて、キンハ自体は他の配信者さんの配信見てるんですけど、それでね、オラフが喋っててね、あれ最後この人羽村じゃなかったっけみたいなだいぶ癒された。オラフ可愛いからね。こっちのオラフはめっちゃいかついけどな。親父じゃない、羽村がそう、こいつ尾崎もうざいよな、こいつな、なかなかに、この腰巾着。よいしょ。お、でももうハムラあとちょっと、ちょっとですな。やばい、逃げろ。おお。よいしょ。ここハムラ死ぬんじゃない？ブー。オッケー。じゃああとは大崎だけか。じゃあ一戦でいいかな。よいしょ。突っ張り。いてやっぱこの相撲取り強いな。突っ張り。やめろ。わー、痛い、重い。カイトさん無傷やん。ちょっとオッケー。もう終わりですか？もっと暴れてくれてもいいんですよ。てめえら、首の金庫から盗まれた1億な。うん、ありゃあんたの差し金だったんだろ。そう、赤鼻ね。まんまとはめてくれたな。ま、今となっちゃそりゃ二の次だ。おお、モグラはあんたがお抱えの殺し屋だってな。全部で何人殺させた？凶霊界のヤクザたちと新谷、他にもまだいそうだな。新谷は殺される前、モグラの殺しを抗争絡みじゃないと言ってた。つまりそう言えるだけの情報を持ってた。だから口を塞いだんだよな。モグラに綾部の銃使わせて。知らねえよ。
新谷が掴んでたのはカムロ町の殺しと創薬センターをつなぐ何かだ。アドデック内の利権も絡んでる話なんだろ。知らねえって言ってんだろうが。話せ、怪盗ぶっ殺すぞ。おとなしく多忙の話聞けや、ハムラ。お、かっこいい。創薬センターの軌道、あんたらを動かしている黒幕は軌道だな。違うのか。なるほどね、梶平が協力会だからってことか。なんで返事してんだ。話す気がねえなら息の根止めてやろうか。カイトーさん、軌道じゃないのか。新谷は創薬センターに電話をした時、木戸じゃなくてショーノを呼び出そうとしてた。確かに新谷という弁護士からうちに電話があったようだ。あ、そうだね。彼が電話をした相手はショーノだ。あんな気弱な人。殺される直前までショーノから情報を聞き出そうとしてた。黒幕はショーノか。そうなんだな。おい、火が出てるぞ。キス、誰か火つけたな。おお、頭。海藤さん。カヤモシャキ、大丈夫なのこれ。あ、ちょ、爆弾。ショーノが黒幕ってなんか意外というか、あんな気弱そうな人が。あ、むしろハムラに尻、ハムラの尻に敷かれてそうな感じするけどな。木戸さんはさ、ちょっとある意味ちょっと貫禄があるっていうかね、偉い人だからっていうなんか堂々とした感じあるけど、ハムラは手下たちがどっかに連れてった。カイトさん大丈夫？やけどしてんじゃないか。こりゃよく助かったな俺ら。ねえ、やばいでしょ、火の海ですわ。あ、ということで、じゃあここで終わりだな、このジャッジアイズの実況シリーズ。いや、ありがとうございました。最後のパート短くなっちゃったんですけれども、まあちょっとエンドロールがね流れないのでね、まだ物語が続くということで、まあちょっとなんだろうな、ゲームの感想、はい、まあ感想はしないけど、感想した感想を少しお話しさせていただきますと、いや、面白いね。デュアゴトクシリーズはやったことがなくって、まあ、派生作品に当たるのかな、ゴトクの。ジャッジアイズやったんですけど、いや、面白かったわ。こんなね、推理物だっていうのを思ってなくって、なんかヤクザの構想のゲームなのかなって思ったら、なんか、ね、その裏で起こってる事件とかね、ちゃんと解決していくんですね。まあ、まだ全然解決してないけどね、このゲームね。いや、黒幕気になるんですが、まあ、実況ではやらないので、同じようにね、気になった方は製品版買ってやってみてください。宮野とね、やるのね、全然違うわ。で、ストーリー楽しみたいんだったら、やっぱイージーが一番いいんじゃないかなって思いますね。そうだね、うん。まあ、バトル楽しみたいんだったらね、難易度上げてもいいと思うけど、これストーリーが本当に面白いから、ストーリー重視の方はね、イージーでね、戦闘サクサクやりながらプレイしてほしいなって思いましたね。ちょっと黒幕ショーノは信じられないんだけど、まあ、ちょっと一個残念だったのは、体験版衣装無料開放だったじゃないですか。あのボリュームが凄すぎただけに、2章以降のボリュームが一気に減ったっていうのが、ちょっと、
残念だったかな。残念っていうか、ちょっと、期待外れではないけど、あれ2章こんな短いのみたいな。そうだね。まあ、1章、2章以降と同じボリュームでも全然いいからさ、なんか、なんだろうな。ちょっと、ボリューム減ったっていうので、期待値がちょっと下がっちゃったっていうのはあるんですけどもね。まあ、まだ全然続くので、ゲーム。13章だからね。まあ、でも7割、6割、7割ぐらいですかね。うん。でも、だいぶこのゲーム引き込まれた人多いんじゃないでしょうか。はい。じゃあ、私は、これからは、配信外でね、楽しんでいこうかなと思います。もちろんね、ツイッターとか動画とかでも犯人この人やったらっていうのは、もちろん言いませんので、そうね、やっぱり、魅力的だなって感じてもらったら絶対にプレイしてほしい。ぜひプレイしてほしいゲームの一本でございます。いやー面白かったな。そう、龍が如くシリーズもさ、結構実況に関してね、範囲規制があったりとか厳しいので、まあ如くシリーズは多分実況ではやんないと思うんですけれども、まあね、ちょっと、これをきっかけに興味持ったから、なんか、動画外のゲームでちょっとやってみようかなって思いましたね。如くシリーズ。はい。ということで、まあ、10分程度の短い動画になったんですが、ぜひね、楽しんでいただければと思います。そう、あと、サブストーリーとかね、ゲームとか本当にもう、メイン以外にも遊べるのたくさんあるんで、はい。まあ、前回のパートでぷよぷよをちょっとやったけれど、他にもね、なんか昔懐かしいレトロゲーとかね、セガさんから出たやつができるらしいのでね、ぜひなんかレトロゲー好きな人とか、懐かしいなって思いながらね、やってみてほしいと思います。はい。じゃあ皆様、短い間だったんですけれども、ご視聴いただきまして、本当にありがとうございました。また別の実況シリーズを見ていただければと思います。では、今回はこの辺で失礼いたします。ありがとうございました。お疲れ様です。ムーンでした。